ロメッセージ、はい、シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。しておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK ですよ。本当に心が戻れた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、グループ分けしております、はい、まずは火のグループ、情熱の星座、牡羊座、獅子座、射手座。射手座みんな違うの？違うのね。今日は一人だけですね。火のグループは再出発、再チャレンジ、はい、人生は何があってもささっと立ち上がってパパッと次に行きましょう。止まってる場合じゃないですね。止まってる場合じゃないですね、はい、そして大切な人との関係の修復が必要なようですね。はい、はい、そして地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、山羊座。はい、あ、2人。おお、はい、感情を見直してください。せき止めてるところがあるのであれば流してあげましょう。そして楽しいイベントに出てくださいね。出てみてください。元気になるかもしれないですよ。はい、はい、風のグループ、伝説の星座、双子座、天秤座、水瓶座。はい、あ、多いですね。陽子もそうなんだ、うん、はい、泣いてもいいよって。泣くことを許してあげましょう。どっかね、自分で辛いなと思うことを話すだけでもいいですね、うん、で、今までの自分から全然違う自分に新しい自分を生み出すような時ですね。なるほど。はい、水のグループ、完全の星座、蟹座、さそり座、魚座。水はいないのね。はい、水のグループは迷いを捨てて眠りから目覚めよ、ね、うん、まるで眠ってるようですよってやっと起きてくださいということですね。はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。